どうもお疲れ様です今回の舞姫大学特別講義なんですけども損失得取れっていう、ね、言葉ねね昔から聞きますよ、ねまあ、これをインターネットの情報発信をビジネスにする方に置き換えるとどういうことがあるかっていうとねやっぱこうインターネットで情報発信する上でどうやって利益を取るかっていうところにちょっとね目を向けてみると何らかの情報を有料で売るってことですよね。それが PDF ファイルなのか 動画なのか音声なのかは様々ですけどもとにかく何らかのデータ情報を人に伝えてそれによって対価を得るって形だと思うんですよ。そうなるとねおそらく多くの方がいや今頃ね情報なんてインターネット探ったらいくらでもあるじゃんそんなインターネットを一生懸命探したら無料で見つかるものを何で有料で買うのってことになるんですけども。 じゃあですね、自分の求めている情報による回答がインターネット上にどっかにあるかにしても、それにたどり着くのにどのくらい時間がかかっちゃうんですかってことと、インターネット上には私個人が何をすればどうなるのかっていう答えは落ちてないんですよ。それこそ、多くの人に当てはまる傾向は落ちてるんですよね、データはね。でも、自分個人に向けられた問題解決ってのはないわけですよ。 だから、だからなんですよ。どんな情報を買うかっていうと、私向けの情報をくださいってことなんですよね。まあ、そのためには、誰かにコンサルとか判断をしてもらわないと、分析をしてもらわないといけないんですよ。世の中には膨大なデータがあるんだけども、それを10万件、100万件集めても、あなたの情報は全然出てこないですよ。だからあなたのことをこれからリサーチしますよっていう契約が、これが商品販売になると思うんですよね。いわゆるコンサルとか、何らかの塾に入るってことになると思います。 ですんで、損して得取れって何かっていうと、情報発信者は、ある特定の個人のことは分からないけども、多くの場合に当てはまる傾向ってものをリサーチして、その結果をどん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 発信するんですよね。そうすると、確かにこの人の言うことには説得力あるなと。たくさんの情報を無料で提供してもらって、手間もかかってるだろうにごめんね、みたいな気持ちになってくるんですよ。で、そこに発信者が、 情報を取ってくれる視聴者さんに貸しを作った状態になるんですよね。そうすると、この人の情報はいつも役に立つんだけども、じゃあ、私個人のことを判断するとしたら、どういうふうに見てくれるのかなっていうふうに、初めてそこで依頼ってものが出るんですよね。ずっと無料でいろんな情報を提供してくれて、もう借りがある状態、もう何かで恩返ししようかなと思っている時に、この人に有料でもいいから自分のことを、もしね、分かってもらえるんだったら、 そういった時にじゃあ今度は個別コンサルがありますとあこれ10万円でやります20万円でやりますっていうふうになってくるともうすでにね無料ででたたくさんの情報を受けけ取っっってもう色々儲かった状態になってるわけですよねだから10万20万っていうのが割安に感じるもしくは情報発信をする人が安く感じるような、まあ、発信をすることによってその10万20万っていう商品が売れていくってことになると思うんですよ。 まああのね、一見すると、10万単位、20万単位のものって、ポン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 買うもんではないっていうふうに思いますけども、自分にとって大事なものっていうのは、10万、20万をかける価値があると思いませんかいや、自分に関わることなのに、10万円惜しいですか ?20 万円惜しいですかどうですかね自分自身に、いくらお金をかけても惜しくないんじゃないですかっていうところになってくるわけですよね。はい、じゃあ今回は以上です。損して得取れ。まずは、惜しげもなく情報発信をすることによって、 損かもしれないけども、最終的にはそこでビジネスとしての得っていうものがね、バックエンドにかかってきますよってことでした。